南郷コミュニティ交通とは、青森県八戸市の南郷で運行する、廃止代替バス、廃止代替型乗り合いタクシーの通称である。南郷村内ではこれまで南部バスによって、長年運行されてきたが、2005年の八戸市への合併後以降、利用客の減少などによる、採算性の悪化が見込まれることなどから、同年9月30日の運行をもって市からの、 補助金の大幅な削減を目的に、市の沢連絡船の砂加後南郷区役所前館、及び市内からについへを経由して、村内へ向かう路線のうちの枝線区間が廃止されたことから、同地域における交通確保を目的として、翌10月1日からは、市が385交通に委託して、南郷コミュニティバスの運行を開始した。ところが、運行開始以降も、 利用率が低迷していたことから、その後に運行方法などを見直し、2007年1月4日からは、コミュニティバスとコミュニティタクシーに再編され、現在に至っている。南郷コミュニティバスの車両運行委託385、交通この路線では誰でも利用が可能である。運賃は、中学生以上100円、小学生50円、6歳未満の未就学児童は無料となる。 また、道の駅バス停にて、八戸市中心部方面及び、軽米方面からの南部バスと接続する。なお、各路線とも曜日ごとによって異なっており、毎週日曜、祝日と第1.35度曜及び、年末年始期間は全便運休となる。ここでは、主要停留所のみ掲載する。なお、全停留所については、外部リンクを参照のこと。コロマキサワ線。 編集毎週月曜、水曜、金曜のみ運行。泉清水線、編集毎週月曜、水曜、金曜のみ運行。七枚電線、編集毎週月曜、水曜、金曜のみ運行。田代線、編集毎週火曜、木曜及び、第2.4度曜のみ運行。太平線、編集毎週火曜、木曜及び、第2.4度曜のみ運行。 ふるさと線、編集毎週火曜、木曜及び、第2.4度用のみ運行。運行委託、日の出タクシー利用者宅から、道の駅、または、島森十10文字との間を結ぶ、乗り合いタクシーである。なお本路線では、南国内在住の方で、事前登録制の相乗利用となっている。利用前に電話で利用者登録をし、登録後は乗車予約、乗車券の購入が必要となる。 なお、利用料は300円、1人となっている。ありがとうございます。